皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はドレッサー紹介をしていきたいと思います。第3弾なんですけど、だいぶ、中とか変わったし、すごくリクエストいただいていたのでやっていきたいと思います。ドレッサーは変わっていないんですけど、紹介していきます。これは 3D パフを3つぐらい入れてて、これはダイスで買ったものです。で、これは結構たくさん入るメイクポーチで、こっちはイヤリングを入れてます。なんか結構ごっちゃなんですけど、イヤリングをこの中にも入れてて、こっちは全然使ってないネックレスとかを入れてるんですけど、こんな感じです。で、この右の棚はハトムギ化粧水は全然使ってなくて、顔はこのエチュードハウスの使ってるんですけど、で、これはメイクブラシなんですけど、メイクブラシ中にも入れてるんですけど、主に使うやつをちょっと今ここに入れてます。これがメイク直しする時の綿棒で、これは爪磨き用のね、キコキコするやつで、これがまつげ美容液で、ここは黒ゴムが入ってます。これがジェルスチャートでもらった試供品を入れてます。ジルのネイル、この間買ったやつで、ハートの鏡です。ドレッサーの中はゴムと、こういうマニキュアと綿棒入ってたりとか、奥にも使ってない鏡、150円とかで買ったケースにネイルを入れてます。入りきらないものはちょっと今どうしようかなって考えてます。こっちはセシルマクビーの腕時計とフレグランスと、最近使ってないブラシ、本当はこれをね中に入れた方がいいんですけど、主に使ってるものはこっちに入れてます。続いて中を紹介していきます。はい、まずリップはこんな感じで、いろんなジルのリップとか、いろんなリップ、これはディオールのリップ、これめっちゃいいです、本当におすすめ。寝る前に塗ってます、マキシマイザー。こっちがリップで、これは使うコスメで、奥はたまに使うコスメを入れてます。最近あんま使ってないなっていうものは奥に入れてるんですけど、使うものをこっちに入れたりしてます。ここはねちょっと最近使ってないんですけど、こっちに入りきらないのでこっちに入れてます。ジルの下地、ジルのコンシーラー、資生堂のコンシーラーと、ペリペラのコンシーラーと、ジルのチークとアイシャドウと、エクセルのアイシャドウと、ケイトのこれすごいいいやつ、資生堂のファンデーションと、ジルスチュアートのビューラーと、キャンメイクのクリームハイライターとか、クリオのアイシャドウとか、マスカラとか、こうアイラインとか、そっち系は細いやつはこの仕切りに入れてます。こういう仕切りはほぼ100均で買ってます。ちょっとごちゃごちゃに見えるんですけど、こんな感じです。奥には今使ってないマスカラとか、ドレッサーの引き出しの中はこんな感じです。続いて右側はこんな感じでシュシュを入れてます。シュシュとかリボンをちょっとこの細い隙間にこんな感じで入れてます。これはケバイメイクで使ったつけまと、タングルティーザーとか、普通にブラシとか、こちら視聴者さんからいただいたミラーとか、ちっちゃい黒ゴム入れてます。中はウェットティッシュとかマスクのストックと、下は最近使ってないものだったりを入れてます。今使ってたのであっちに置いてあったんですけど、コットンもこの 3COINS のケース、コットンはよくなんかここら辺とかに置いてメイク落としとかに使ったりするんですけど、メイク落としもさっき使ってて、あとお風呂場にはミルククレンジングが置いてあったりっていう感じです。はい、というわけで私のドレッサー紹介は以上です。あんまりなんか可愛らしい感じではないんですけど、見てくださってありがとうございました。この動画が良かった、リクエスト答えてくれてありがとうって思っていただけた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。では、バイバーイ。